ワイカラーです。はい。ほといてはやばい。それでちょっとは。はい。というわけでね、まあ、今日いい天気なんで。はい。今回やる企画、はい、中当て対決。はい、というわけで中当てをやっていきたいなと思います。まあ、小学校の時、もうやることってさ、どっちボールか中当てぐらい間違いない。やったんで、まあ今日ねせっかく4人なんで、はい、2対2で中当て対決したいと思います。で、まあ僕らやっぱ罰金しなきゃいけないんで、外に行った人は2分間で2人を当てなければ罰金。中の人は2分間逃げ切れなければ罰金。で、1人残ったら1人は罰金ってことですか？あと、いやいやいや、チーム戦なの。あ、チーム戦。一人でも逃げればいいってこと？一人でも逃げればいい。なるほど。というわけで、早速、まあ、どっちが外やるか。俺でいいんか、じゃんけん。いいっすよ。どっちがいい？どっちがいい？外がいい。外がいい。中がいい。うん。こんなんもう一緒やん。じゃあまあ、僕らが中、桜が外。早速やっていきたいと思います。今回の罰金ルール！ルールが、もう横は正直、もう引きようないんで、これ、ここから、置いてる。あれ、なんか、と思うけど。あれ、大丈夫？あれ、トイレ大丈夫？全員変やったわ。トイレだよ、俺。それだけだと、前も変やった。まあ、最後、パス回していこうか。パス回した瞬間に。で、俺、今、追い勝つやから、もう、俺の方が有利かもしれない。よいよいって言って。OK。よーい、スタート。雑魚すぎ雑魚よーやったらまだちなみに今47秒です。1分も逃げ切れてないんですって。行こうよ。いやちょっと俺ハモってたよ。土下座ハモりしてる。もう一回やらせてください。お願いします。な、次逆でやろうか。あ、まあそれでもええんちゃうな。52秒。うわあ！これの勝ちや。勝ちや。これも勝ちではない。負けやけどな。ありがとう。これしんどいな。はい。というわけで、なんかっていうのをやってきましたけど、もうあかんな。これぐらいでやっぱもう息切れるな。無理無理。たったの2回。またやば。しかもあれで、試合時間で言ったら1分半ぐらい。これをさ、20分くらい休憩時間続けてたわけ、小学生って。やっぱ小学生は元気、体力無限。というわけでね、もう中山全員100円罰金と100円罰金はい、うん、というわけで、次回の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくねー。